奇跡が最近起きすぎてて怖え。なんかいいことが起きてる。これでドカッとな、なんかな。まあ、例によってドカンが入ったら嬉しいんだけど。あ、そう、前に行った。わかんない。何かしらね、ビッグとかで実は当たってましたみたいな。目ん玉飛び出るよね、口座見てさ、何これとかつってえ、俺金融にこんな借りたっけとか絶対落ちるやつ。金に不自由ないってどうなのかね。金に不自由ないって次の部署残業できればいいけどね。結構する部署とは言ってたけど、うん、体壊さない程度ね。うん、いや全然分かんないけどね、どう転がるか。うん、人間どこにでもいるからな、どこかも。うん、でも多分俺年齢的なもんもあったと思うよ、正直言うと。あんたは？うん、だって新卒入れるって言ってたもん。ああ。うん。まあ別にいいんだけどさ。まあでもそういう風に淘汰されるんだなっていう、淘汰というか、年取っていくと消されるんだなっていうのは、なんか経験できたからいいかなって感じ。うん、いくらね、まあ分かんないけど、俺は少なくとも遅刻とか一切してないんで。自分がさ20代の時、うん、最初食に行ったことあるんだけどさ、うん、あ、でもね、今まで正直で しすぎててダメだったと思った、残業。あ、ごめんごめん。そんで食案行った時に、うん、いや、あれ行ってなかった時は多分ちょうどさ、なんだろうな、お父さん世代のちょっと年上の60代なんですよ。うん、そのたかったから、はいはい、すごい良かった。あ、今でも若者が多いって言ってるんで、うん、若者も多い。まあ運よくね、そういうところにまだお世話になってないから俺ちょっと行ってみたいなっていうのはあるけど、どんな感じなのかなって。ちょっとそこ、ね、結構担当してくれる人によってはストレス溜まって戻ってるなるほど、まあすごいね、あの人は来たのは自分の中で、うん、見下してくるから、ちょっと手に心配してみようけど、まあね、まあ行ったことないんだけどね、ちょっとどんな感じなのかなっていう風景だけど、人によいで行ったってことはね。そこで何か運があれば、はいはい、これ聞いとくもいいなって考えただけで。なるほど。結局感じてね。結局なかった？え？結局なかったの？うん、っていうか、なんかもう役員の態度がムカついてるんだよ。あ、そんなもん。あいつが下の税金で飯食ってるくせに。ただそれだけ。うん。なんかね、うちのお父さんたちとリストラが良かったね、時代だったから。はいはい。なんか今が辛くなってきた。まあね。定年退職後のおじいちゃんおばあちゃんに聞いても、ちょっとまだ子供がもしいるかといったら誰やすいな、うん、お父さんとか。はいはい。そういう世代ってみていたかと。うん、なんか今度から、ね、会社倒産してるからさ、はいはい、その辛さに目の当たりにしてみてるから、うん、結局あの後年齢的に就職だと最終職だって、まあ無理だし、まあね、まあそのままね、なんだかんだ年金グラスになって、うん、長いみたいな。俺結構ね、 YouTube っていいと思うよ、これ YouTube ちょっと今安いって言って言われてるけど、え、 YouTube 頑張れるの、うん、それってね、いや入ってるからね、結構うちのおばあさんまだ働いてたからさ、あ、なんか資格ある人とない人の差なんだと思って、
うちのお父さん電気系の資格あるけど、はいはい、一般的にその資格ってさ、うん、専門じゃないお母さんって使えないじゃん。まあね、お母さんってこういうとか資格持ってるんですよ。はいはいはい、要は潰し聞くって話でしょ、うん、あのね、介護なんだかんだで強いよ、介護系は。最後までやってると、病院勤務してたけど、うん、あの補佐的に、ね、でしょ、そうなるんでしょ。もうやっぱアメトスで深夜とかやらせてたのはなんか、うん、不甲斐ない子供とかいいなって思った。しょうがない、うちの親もやってるけどね。ダブル働きしてるから。あとタクシーのやつとか、俺タクシーの運転手なのかな、あれ結構いいよタクシー、精神的に来ると思うけど、まあ場所によって、うん、はい、了解でございます。しょうがない。まあたまにすげえ切れてから進めるけどね。なんかお両親とも共働きでさ、うん、20代の時ってなんかその物の大切さとかそのやっぱまだ理解しきれてないなってよく分かんない。20代でしょ、うん、なんだかんだでガキクソだったな。20代の時ガキで30代もガキだと思うけど、家の人とかもそうなんだけどさ、うん、恵まれた環境では両親がどっちもいるって、まあね、あ、まんじちゃうなと、まあいいそうなんで分かんない今のことで、ね、うん、ポンチもうんちょび出てたよね。あともう一回出る、もう一回出る、じゃあ3代目タイガーマスク。さて家帰って風呂入るぞ。うん、あの空気清浄機使いたいな、いい加減使うか、うん、いい加減使おうぜ。あれ多分いいと思うじゃん。いや、あれしかある。ちゃんと。もう一個手紙に。それ使う。ああ、あれは使わないんだ。あれ。だから、気が使わないんだよ。ああ。まあ、どっちでもいいけど。おい、ポンチ。舐めてる。もう出ないんだねえの、これ。入りて、なんだかんだですげえ外を出た、なんだかんだで出たな。今日早寝よ。タフだな。誰？涙？タフです。私、うん、そうかな、なんか体力だけあるんだよねみたいな、うん、なんか元の体力がある、その筋肉とかそういうのじゃなくて、まあ、そこはもう座骨筋だと思うけど、ああ、大丈夫だから褒められたよ、そこは。なぜか お前10年間1回も病欠してねえよなっつって、まあ多分ね音ゲーとかやってるじゃん、あれなんだかんだで体力つくからそれだと思うけどね。仕事？え？そんなことあったの？ああ、すごいよ。それは無理だよ、ダメだよ。そんな。うん、小学校じゃないんだから。まあある意味解禁なのか、でも勤務はしたから。勤務はしたから解禁にはなるのか。うん、無理だ、うん、よし、じゃあ帰ろ、もう左でいいよね、あ、いいけど。